皆さんこんにちは。さあ始まりました、V ガールズ最高位決定戦、司会進行を務めさせていただきます私、パチスロ実践術 DVD ライターのネスでございます。よろしくお願いいたします。そしてですね、今回はですね、解説としてこの方に来ていただいております。はい、パチスロ実践術ライターセルミックエイケス、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、さて、今回から始まりました V ガールズ最高位決定戦なんですけれども、簡単に、ご説明をさせていただきますと、V プレス動画の、はい、オリジナルユニット V ガールズの、はい、メンバー5人によってですね、争われるナンバーワン決定戦となっております。はい、これだけ。まだありますよ。もう少し説明しますとですね、選ばれし5人の V ガールズが、はい、ファースト、セカンド、サードステージで各、1回ずつ計3回ちょっと待って、台本よ。バレないか、各ね、ちゃんと勉強してくださいよ。3回ジャグルシリーズで、はい、実戦を行い、ビッグが3ポイント、ビッグが3ポイント、ね、レギュラーが1ポイント、はい、そして名前入りが0ポイントです。名前入りって分かりますか？名前入りっていうのは、要は光らないで勝手に揃っちゃったっていうやつですよね。あ、そう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 。それをやってしまうとポイントはゼロポイントです。ボーナスついてるのに、ついててもそれはゼロです。もうビッグだろうが負けだろうが関係ありません。ゼロポイントとなってしまいます。はい、でですね、総獲得ポイント数が続けるんですか、まだこれ上位2名がですね、決勝ステージへ進出できる、熱き女のバトルでございます。ビックリマークビックリマークでございます。はい、しっかり読み上げましたね。はい、あ、まだあったね。なお、はい、視聴者様の、皆様はですね、各ステージの決、はい、勝者を予想し、見事、はい、勝者を予想された方の中から抽選で、V ガールズが選ぶ景品をゲットできちゃうわけです。ビックリマーク。しかもチャンスは3回もあります。ビックリマーク。3回どうですか、クエスチョン。この企画クエスチョンとなっております。全部振りましたね、僕に、うん、最後まあ簡単に、まあはい、まあ説明すると、うん、5名の、V ガールの方々が、まあ、参戦にわたって、うん、ポイントを争うと。そういうことですね。うん、司会変わろうか。なんかそういうのね、なんか多分僕の説明なんかなんかうまく伝わるのかなと思いましたけども、コンパクトだと言えって言うからさ、仕方なくですよ。しかもこれね、前日に欲しいわ、こういうの。マジで困るわ。いやー、まあ、これで、まあ、予想されて、うん、もしもその勝者が当たった場合、はい、まあ、抽選ですね。抽選でですね、抽選で、豪華商品を、プレゼントさせていただくというような、形になっておりますので、はい、皆様ぜひともですね、ご応募の方一つよろしくお願いいたします。お願いします。でですね、はい、今回なんで我々が、呼ばれたかというと、はい、あのパチスロ実践術 DVD という雑誌、我々ね、はい、ライターをやらせていただいておりまして、でその中で、はい、戦国ジャグラというね、これはもうね、まあ、これはもうね、やらせていただいておりましてですね、まあ、ジャグラーに関してはあの雑誌では、まあ、特化しているのかなというような、はい、うん、ちょっと大きいこと言っちゃったかな、うん、いや、そんぐらい言っといた方が宣伝、ね、いい宣伝になりますよね。なんかもう怒られんじゃないかなと思って上の方が、ね、そうですね、めんどくさいから、ハゲポッソリやめましょうか。そこはもう、そうなので、はい、我々あのジャグラー大好きなのでですね、ぜひともこの動画をですね、ちょっと花を持たせるためにちょっと頑張っていきたいなということで、ちょっと呼ばれておりますのでですね、ぜひとも皆様、お付き合いの方よろしくお願いいたします。早速では、1人目のね、今回の挑戦者、はい、発表したいと思います。ななこちゃんです。ななこちゃん、それでは、ななこちゃん早速、はい、VTR の方見てみましょう。ご覧ください、どうぞ。どうぞ。さあ始まりました、皆さ ん、 こんにちは、はい。さあ本日はですね、パイオツが改例ですね、最高位決定戦ということで、挑戦者のななこです。多分ネックレス丸なんでしょうけど、はい、こう父の方に入ってるもん。本日はですね、記念すべき1回目ということで、後のみんなにプレッシャーになるような結果を残していきたいと思いますので、皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。なんか洗剤だとすごい、それでは、うん、外国人風なハーフ顔な。お前言うね。明日からね。はい、ジャグラーコーナーにやってまいりました。今ですね、ちょっとお客さんの方がかなり入ってる状態なので、衣装機材があるかわからないんですけど、まあ、とりあえずちょっと見ていきたいと思いますので、では、行きましょう。特にない。あ、セクシー、あ、これとかいいんじゃないですかね。あ、一応ですね、パチスロで2年ほどやってるということですね。
バケがただいま1回で179ゲーム回ってる状態なので、171なんでそんなにでも1回目のボーナス引くまでに440ゲーム回ってるんですよね。ちゃんと見てますね。そこがちょっとネックかなっていうとこなんですけど、とりあえずこれキープでいきます。ジャグラーズ設定1でもジャグラー史上一番ボーナス軽い。この台とかも波がありますよね。違いますね、違うの行きましたね、変えちゃったね。あ、でもまあこっちの方がいいのか。ビッグボーナス来てて、その次もう13回目でビッグボーナス来てるんですよね。あ、でもだけどこのただいま559ゲームっていうことでですね。ちょっとこれもキープできます。キープ、キープが多いね。大丈夫ですかこれ。キープ気持ちもしてないっすね。今、してないし、でもただキープって言いながら何だろう、何もしてないこれ。なんか物を置いたりしたそうね。で、掛け持ちだったらまあ怒られるし、何もキープしてなければまたそれでは早速ガールズ行きましたね。あ、さっきの1台目の方だね。お願いします。1の1ってやつ。ちなみに一応目押しはできるというふうにこちらで書いております。もうジャグラーだから。いや、できますってか、頑張りますですか。本当に回すしかないですよね、これは。はい、頑張ります。ハートって、まあ、これほぼ返事できてない。いかに早く質問 の意味が違う。ビッグボーナスか化けが出てくれるかが勝負だと思うので。目押しはちょっとできてない。してないですね。ちょっとどんどん回していきたいと思います。一応チェリーを狙わないと、まあ、チェリーこぼしちゃうと2枚の払い出し。私普段でもプライベートで打ちに行くんですけど、だいたいいつも10王とか打つんですね。10王やっぱり10王って目押しいらなかった。いや、10王 のビタ押しとかで設定カンパあるんで超地味押す。あとやっぱり動物がね、可愛 いですよね。角っち分かんないんじゃない。あ、10王の話、爆発力がすごいので。あ、10王の話してますね。本当に私もこの前自分が何を打ってるか分かってない。10王をちょっと待ってください、これジャグラーですよね、企画。うわ、出した自慢を始めましたけど、中央には助けられてるんですけどでも全部ね、さっきからね、7が止まる。綺麗に。もう本当にひたすら回すしかないですよね、ジャグラー。ブドウ取れてるのかな。ひたすら回して、あ、でもかけ、でもこれだと名前入りとか可能性あるもんね。いや、ありますね、これは起きそうですよ。ゴーゴーランプついた瞬間がね、本当にたまんないんですよね。一発目からちょっと名前入り、本当にそのために毎回毎回打っちゃうんですけど。何も引っかかる。俺もそれ、ごめん、ちょっと尖ってるの違う。おお、ついたね。ただこれ見事に7が止まってきたね。どっちかまだ。お願い。あ、お、ちゃんと1枚掛けする。はい、それはわかる。お、お、お、あ、リプ、あ、なるほど、リプレイこそっとベッド慎重ですね、やっぱり頑張ります。さあ、一発目何ポイントなるでしょうか。あれ、うん、ごめんね、ごめんね友達か。あの、リーチ目で出したんじゃない。そうだね。あ、これか。綺麗だね。ちょっと待ってくださいね、落ち着こう。う、ね、今、うん、ゴーゴーランプがついてすごい興奮しちゃった。えい興奮したという言葉で逃げれると思ったら大間違いです。厳しいですね、ほんまに。あれちょっと早いですね。そうですね。どうしたどうした。惜しいんですよね、このね、ちょうどね、画面にね、ギリ、バーが見えてんのがね、今日でもどかしい。枠上にいますから、ね、そうそうそう。ちょっと待っててくださいね。一応4コマはこう補正され3分5分。嘘でしょ、何枚、何枚もしてる。ねえ、お、いけるか。あー、ビッグ、あ、これ3ポイント。おめでとうございますなんですけど。いや、まあ、ありがとうございます。思ったんですけど、右ルールが一番簡単じゃないですか。まあ、今スッてこう、まあ、他のね、いや、塊じゃないですか、右ルールは。ないし、右ルールこう、見せる人って結構珍しい。うん、こうかなーなんて興奮しちゃったのかな。あー、3分間ね。そうね、お前も結構言うな。まあ、というわけで3ポイント獲得。はい、おめでとうございます。ある程度、次回すまでに投資をしなくても大丈夫だから。もしこの台が状況良くて、結構安心できますよね。ポンポンポンね、ペカってたとして、むしろ追加投資とかするパターンなんだ。もし、もしね、あの、すごく当たった場合とか、はい、目押し心配ですよ、結構。確かに逆に、こう、光るためにこっちがちょっとドキッとするような。うん、なんか私ね、大丈夫かな。今ヨガをやってるんですけど、ヨガって
って瞑想っていうのがあるんですよ。なんかこう何も考えずに目を閉じて、これは趣味のヨガと、ヨガの話、上を向いて寝るんですけど、その時間がなんか毒素を取ってくれるみたいなんですね、その瞑想っていう時間が。寝てるだけじゃない。でも私はちょっと集中力がなくて、その瞑想中にもよくスロットのこととか考えちゃうんですよね。そう、瞑想じゃねえよ。あの時の雑念だったじゃん。絶望な快感だったなとか。しかも、いいんですか、七子ちゃん、快感とか。僕が取れてないんでしょうね。さっきも興奮するだろうか。そうだと思う。危ない。せっかくヨガ行ってるのに、毒が取れてない。チェリー、走ってる、取ってる。そこに関してはしゃべらない。まあ、その後、まあちゃんとバーが。おうね、そう、やっぱ周期的にこう、うまく回る時があるんですね。そうそうそう、乏しくなってきたよ。これもう100ゲームは超えちゃったんですね。超えてるんじゃないですかね。そろそろ言うてる。おー、綺麗な出目ですよ、これ。ありがとうございます。目押しとかしないけど、ちゃんと1枚ベッドを知ってるの。そうですね。ただ、1枚ベッドをねするのは、その2枚分のロスを減らすだけじゃないですか。で、目押し失敗するとあんまり、あんまり一発じゃないですか。でも11枚って書いてあるが、さっき14枚だったんで、あの3回ミスってる。さすが、よう見てるよ。いや、変えていない。編集でもそんな見分けるぞ、うちのミスは。だから、まあ1枚ベッド、まあ普通に3枚、そうだね、詰めておりましたね、単純に。いや、俺ごめん、俺そこ見てなかった。いや、でもちゃんと撮るときは撮るね。さあ、また1からだ。まあでも本当に、このジャグラーガールズが低設定でも一番まあ光りやすいっていうのを知ってて、この台をチョイスしているのであれば、ちょっとやっぱさすがパチスルーレット2年。まあね、まあさすがパチスルーレット2年だけど、3分間目押しできんかったからね。おお、いいじゃんいいじゃん。来たよ。さっきのが、レギュラーで1ポイントですからね。続いて何ポイントなんでしょうか。おお、3ポイント。合計が、7ポイントですかね。ですね、合計7ポイント。これは最速いいんじゃない。いいですね、いいペースで当たってますよ。64回転目でビッグボーナスいただきました。これも引いてるし、負けに2回してるし、でもね、ビッグボーナス、この台多分あれでしょ、400溜まったビッグボーナスできたから、そんなに次お前レッグなさそうなんですけどね。設定的に言うとっていうところはあるけど、そこで次ビッグボーナス。ただまあわかんないですね、ここからまあレギュラーのことも行きが強そうだと思うので、難しいですからね、毎回になっていきたいと思います。通りに見えるかと思います。で、まあ、なんだろうね、レギュラーだけでもないし、ブドウとかもあるんですよ。ありがとうございます。ちゃんとカウントしてる。当たり前か。その後も、その後もでもね、もう見て、この下皿が溜まってくる感じ。あ、出てるんですね。おお、いたー。皆さん見ててください。35枚あるんで。うん、そうだね。一発。お、一発。一発。あ、できてる、できてる。だんだん慣れてくる。5ゲームしかも。早いっすね。早い早い。これ箱に程度出てる。あ、でも10ポイントっすよ。ほんとだ。早えな。おぉ、ほら、これ、これ何ゲームだ、何ゲームだ。ジャグレンじゃないですか。ジャグレンしてるね。ありがとうございます。今何枚か見てた。あ、見てなかった。あ、ちょっと安心しちゃいましたね、さっき成功したんで。もう本当に回すしかないですよね、着くまで回すしかないって言ってたら、着いた。すごいね、先ペカ初めてじゃないですか。あ、確かに。ありがとうございます。ガールズの先ペカってピッカクだっけ。いや、ではないですよ、4分の1で先ペカだった。あ、先ペカしやすいんだよね。おー、はい、来ました。ありがとうございます。でも、まあ、何で重複してるか、毎回そうだ、分からずじまい。で、まあもうね、今これ何回目だ、4回目とか5回目とか、それを超えてくるとね、まあ気持ちはすごく分かるんですけど、コメントがね、ありがとうぐらいしかない。いや、これあの、パチスロライターでもありますよね。あのジャグラーって一番難しくないですか。難しいですね。他の機種だったら解説要素があるからね。ジャグラーって、まあ、皆さんが、まあ、結構もう知ってる知識だと思うんで、それをこうね言ったところでっていうのもあるし、まあ、
しかもあれじゃないですか、でもヘベレケになりながら言うと光るとこがすごい編集されるじゃないですか、そうそうそう、だから他のとこ使われないと思う、ですから難しいですよね、この普通に作ってるのがすごい、まあ、気持ちは分かるの、分かりますよ、きっと落としたなと思ったんですよ、聞いてみたい、あしょうがない、携帯ショップ行かなきゃいけないなと思って、で私朝アイス食べることが多いんですけど、冷蔵庫アイス食べようと思って開けたら携帯入ってたんですよねえ、もう何その面白い話、これだから酔っ払いは困る知らんということ、本当に知らんなんだ、アイス食べないで携帯ショップ行ってたらもう人生で数えるぐらいの後悔になってたと思う、人生で数えるくらいの後悔ってなんだ、アイス帰ってきて夜にも食べようと思って気になる、冷凍庫開けてで手に持ってた携帯をそのまま入れるっていうね、熱く語りますね、なかなかでも経験した方はいないんじゃないですか、やらかしました、でもちろん喋ることないんだろうな、その携帯のホームボタンあるじゃないですか、私 iPhone 使ってるんですけど、喋りながらスロット打ってて全くスロット書けないの、ちょっと面白いよね、僕らの動画ではこういうのは絶対使われないじゃないですか、そうですね、まあ間違いなくこのカット、うん、スロットがそろそろペカンじゃないですか、これペカりますね、意外とでもね、これ時間はどうなんだろう、空いてるのかな、でもハマった後にまたいい波、やっぱりありがとうございます、やっぱね喋ってるといいみたい、喋ってるといい、このオリジナルのねオカルトを使うのは楽しいことです、うん、これがこのあと何を言い出すかです、どんだけ喋るかもちょっと注目してもらいたい、お願い、だんだん話すことなくなってきますからね基本、あまたビッグ多いね、これでも俺の感覚ですけど、止まんないよ、どうしよう、低設定の時のなんかビッグ偏ってる感がする、はい、ということで残念ながらここで時間の方が来てしまいました、いやすげえ当たってるもん、タイムアップということで本日はここで終了となります、終了、お疲れ様でした、さあ実践の方が終了いたしました、さあお待ちかねの結果発表の方行きたいと思います、はい、本日ですねもう素晴らしい結果が出ました、なんとビッグボーナス7回、そしてレッグボーナスが1回ということでトータル22ポイント獲得しました、すごいです、いやこれはもう本当に初っ端からごめんなさい、えマジでこの後の方超えます、22ポイントいっちゃってんの、本当にですね今日こんなに波に乗れると思ってなかったので、あと名前でもなかったですね、ないね、なんかなんだかんだ目押しがちょっと不安なとこあったりとか、ね、止まりませんでした、本当にありがとうございます、そして次回は今日以上の結果を出したいと思いますので、皆様応援の方よろしくお願いいたします、いやすごい引きでしたね、いやびっくりですね、なんか実践時間1時間半はい、時間半で8回光るそうですね、ビッグが7回、レギュラーが1回名前より0で、はい、総獲得ポイントの方が22ポイント後ろに、ね、出てますけど、ね、22ポイントか、おめでとうございます、優勝ですおめでとうございます、まだまだ1戦目ですけどもちょっと、うん、まあ冷静に考えてさ、ね、1時間半だけついたらさすごくない、まあ、出玉もそうある程度はもう箱を多分届いてたんじゃないですか、うん、いや多分ねそういうことだよね、でもう完全にこの後ね、何名もね、挑戦はするんですけど、するんでしょうけど、まあ、ちょっと残念ながら無駄映像となってしまいますんでまあそうですね、まず皆さんはこのななこちゃんに、投票しておくとなんかまあいいことがあるかもしれません、ね、ああそうですね、景品が俺間違いなくこの子もう絶対入れるわ、お前だろっていう、僕も入れます、うん、よかったらヘア番号とか、アメブロとかもやってるみたいな、マジ？嘘、そちらの方で皆さん応援していただければ、コメントしますね、レスポンスも一つ絶対来ないです間違いない、間違いない、さあというわけでですね、はい、まあ、第一戦、これで終了なんですけれども、まあまだまだ、挑戦者いますんでですね、はい、次回は一体誰が、登場するのか、お楽しみにしておいてください、それでは皆さんさようなら。